さあ太田さん、はい、今日はですね地下街スペシャルでございます。ああいよいよ地下にも売れますか我々も、え地下芸人として、地下芸人、地下アイドル、地下芸人、あのあれですよ地下アナウンサー、地下アナウンサー、うん、ね、先輩に加藤地下さんという方がいましたけど、まあそれ置いときまして、各地下子、各地下子、地下松門左衛門、地下松門左衛門、ということで今回地下街でございます。太田さん大丈夫なの今日ね、あのうまくいってないじゃないか、うまくいってますよ非常にうまく、同時間帯1、同時間帯1、1いただきました、ありがとうございました、何でも1つ、ありがとうございます。太田さんどうですか、名古屋って実は地下街が異常に発達してます。あ、知ってます、知ってますか、知ってます、あ、歩くことは、あ、昔だからそれも CBC 若手の頃は、はい、地下街をよくほっつけ歩いたりしてました。あ、そうですか、うん、じゃあここはどうなのかということと、うん、ランキングなんか出てきますんで、あ、今日まずここですね、 S か、もう駅のすぐ目の前、西口降りてトントントン、 S か、いいじゃない、行きましょうよ、ありがとうございます、ついていきます、行きましょう、だいたいほら最初に来たら、あ、新宿みたいだなと思った、え、新宿みたいって思った、あ、確かに、なんか新宿駅の地下街があるわけですね、うん、さあ今入っていっております、そうですね、 S か、これ S か、ここはもうかなりだから昔からの地下街、そうですね、もう歴史はもう50年近く、50年近く、あ、はい、やっぱそういう石だもんね、あ、わかります、わかるねこの辺の質感でわかるんだ、わかる、大体わかる、建物探訪、渡辺さんのような触り方ですね、そうです、あ、触ってますね、触ってますね、いい石ですね、いい、もう石から褒めてる素晴らしい、あ、地下街でございます、さあ太田さん、ここはですね、名古屋駅の西口、新幹線降りてすぐのエスカという地下街で、いやー、いいじゃないですか、いっぱいお店がね、並んでて、結構広いでしょ、まず幅が、まずだって靴屋なんかないでしょ、めったに地下にね、地下に靴屋なんかない、ね、靴、地下に靴必要ないの、地下に靴が必要ない、必要ないです、そうですか、裸足でいいですか、裸足でいいです、でもね、こういう何でも揃うのが名古屋の地下街だってい、ね、うん、でさらにですね、味噌カツのヤバトンだとか、うん、高崎の風来坊だとか、はいはいはい、味噌煮込みうどんの山本屋本店など、名古屋飯の王道も地下にもたくさん揃う、あるの全部、あります、じゃあもうずっとここ来ればよかったじゃん極端な話、そう、そうで、極端な話、全部ギュッとここでよかったじゃん、ギュッと揃って、工房行ってさ、ただ中でもどんなお店が人気なのか242人に調査をいたしましたということですね、はい、人気ランキング、あ、バイバイ、あ、珍しい、太田さんにしてはファンが、女性のファン、女性ファンが、太田さんのファン、あ、本当、ありがとうね、頑張って、どういうとこが一番いいですか、もう、天心、あの、でも決めるときは真面目に言ってくれて、わー、おー、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ぜひ、清き一票、いえいえいえ、質問させて、人気ランキング3位のお店、お、来ました、鈴波さんでございます、鈴波、はい、ご存知ですか、初めて聞きます、あ、初めて、おいしそうじゃないですか、ねえ、またキャンディーズみたいな、あ、なんちゃん、すーちゃん、なんかまた、ねえ、春一番ですね、ありがとうございます、本当だよね、綺麗な、またね、はい、店構え、あれなんですよ、高級ですよ、はっきり言います、本当だね、はい、おいしそう、お腹減ってきちゃったな、あ、いいですね、じゃあ入りましょう、銀だら定食、銀だら定食、どうもこんにちは、お願いします、お嬢様方、どうも、あ、みのもんたさん、脇毛の書類もバッチリ、みのもんたさんです、はい、大変です、失礼いたします、あ、来ました、あ、え、銀だらですか、はい、そうです、うわ、どっから持ってきたんですか、ちょっと参りました、あ、うまい、うまいっすね、一本釣り、厨房からと答えなかった、本当に素晴らしい、うわ、見てこの人気ナンバーワン、油乗っちゃって銀だら定食、美味しそうじゃないですか、太いですね、まずねえ、この太さ、うん、太田さんのみ、太田さんのみ、俺のみで、はい、じゃあいただきますかね、ちょっとじゃあいただき、はい、いいですか、なんか一人で食べちゃって、いやいや申し訳ない感じ、これ何、これ何ですか、お茶か、お茶ってことないですか、ちょっと試しにやってください、うん、はい、飲むもんなのか分かりませんが、何でしょう、わかんない、舌がバカになった、梅ジュースか、梅ジュース、梅ジュース、うん、どのタイミングで飲むんですかね、梅ジュース、食前、梅ジュースみたいな、食前ですか、ね、これはちょっとこの、うわ、でかっ、うわ、もうちょっと掴んだだけでこんな、
ポロンポロってパラパラってこうやってタラちゃんでちゅう銀だらだけにですよ、はっきり言いますけど銀だらのタラちゃんでちゅう、バブーそれはイクラちゃんでちゅ う, うーん早く食べてお母さんのお母さんの受けを気にするんだどうでしょうか。優しい味だ、甘いしね、酒粕のですか、うん、酒粕の甘みが、はい、ふわーっと口の中でも膨らんで耳から出ていきます出たいな、うん、あご飯に合うわけですか。合うね、やっぱりそりゃそうでしょうね、うん、そりゃそうでしょうね、これ、うんうんうん、確かにさっき癖になるって言ってた人いたけど、はい、これ一回食べたらちょっとやめられないかも。最高最強の定食ですねこれは、うん、ね、ご飯に合うし、これ嫌いっていう日本人はいないでしょ。ああね、美味しそう。アメリカ人で3人ぐらいいるかもしれないけど、これが苦手。おお、アイヘイト。これね、ちょっと食べてもらっていいですか。森口漬け、あ、森口漬けというか、この漬物食べてもらっていいですか。うん、この茶色い漬物食べてもらっていいですか。これ、はい、茶色の。なんですかこれは。ちょっと一度食べてみてください。はい、うん。あ。いい感じの、もう何とも言えない具合の漬かり方。これ実はですね、森口漬けというれっきとした、これも名古屋飯です。森口漬けという、独特な名古屋独特なやつなんですか、はい、森口大根という、こう長い細長い大根を奈良漬けのように漬けた森口漬けでございまして、うん、おいしいわ。で実はこの森口漬けの技術を魚に応用しているっていうんですね、これは。実はあ、それは初めて聞きました。実はですよ、うん、はい、